すぐホワイトデーだけど、サキたちへのお返しどうしようかな。サキは気合の入ったチョコケーキ作ってくれたし、ホワイトデーにも凝ったの考えてきそうだから、それに応えられるようなお返しをしたいけど、ちょっとネットで調べてみようかな。ホワイトデーの特集は、あ、あった。焼き菓子の詰め合わせ、みんなで食べられるしいいかも。こっちのマカロンはサキが好きさ。お、メッセージクッキーなんてあるんだ。こういうのもいつもと違った感じで面白そうだな。あとはチョコレートファクトリーで、あなただけのオリジナルチョコレートを作ろう。なんだろうこれ、楽器とか動物とかいろんな形のチョコレートが載ってるけど、へえ、自分で好きに形を決めてチョコが作れるんだ。あなたが考えたオリジナルチョコレートに思いを込めて、今年は特別なお返しをしませんか。あ、面白そうだな、これいいかも。あとはせっかく送るならサプライズにしたいから。あ、日の森さん。お、桐谷さん、これからお昼？うん、たまには中庭で食べようと思ってみのりと待ち合わせしてたんだ。日の森さんも天馬さんたちと？うん、そう。なら天馬さんと星野さんはちょっと遅れてくるかも。さっき先生と話し込んでたから。そっか、わざわざありがとう。どういたしまして。あれ、もしかして今見てるのってチョコレートファクトリーのサイト？え、ああ、覗いちゃってごめんね。実は私も今日同じサイトを見てたからつい。え、桐谷さんも？うん、ほらこのペンギンのチョコレート、すごく可愛いから自分でも作りたいなって思ったんだ。あ、本当だ、丸くて可愛い。日の森さんならそう言ってくれると思った。実はバレンタインに愛理たちからすごく素敵なものをもらったから、何か特別なお返しをしたいなって考えてたんだ。特別な？うん、こういう風に自分でデザインできるチョコなら世界に一つだけのものになるし、みんなへの思いも伝わるかなって思って。そうかもね。ねえ桐谷さん、桐谷さんが良ければ一緒に行かない？え、いいの？日の森さんは行くなら天馬さんたちとなのかなって思ってたんだけど。私もたまにはサプライズしようかなって思ってさ、いつもされっぱなしなのも性に合わないしね。そっか、じゃあ一緒に行こう、楽しみだね。食った食った。さてどうすっかな。今日は当夜も図書委員の当番でいねえし、たまには昼寝でもしてのんびり。あ、弟くん、やっほー、元気だった？のんびりはできねえな。え、なになに、何か言った？別になんでもねえよ。それより今日は珍しく学校来たんだな。うん、気が向いたからね。あ、そんなことより弟くん、チョコレートって興味ない？チョコレート？なんでいきなり？まあそこは一旦置いておいてさ、パンケーキが大好きな弟くんならチョコにも興味あるかなって思ったんだけど、どうどう？興味なくはねえよ、うまいチョコは好きだしな。そっか、よかった。実はさ、
この近くにオリジナルチョコが作れるチョコレートファクトリーっていう場所ができたんだよ。誰でも可愛いチョコが作れるって SNS でも評判で、僕もすっごく気になってるんだよね。で、僕も行きたいなって思ってエナとかアンとか誘ったんだけど、二人とも今週末は用事あるみたいでさ。でも弟くんがチョコに興味あるなら、トウヤくんも一緒に誘って。断る。トウヤは甘いもん得意じゃねえしな。つうか、エナたちが今週行けないなら来週行けばいい話だろ。まあ、弟くんならそう言うよね。でもさ、そんな弟くんに朗報があるんだよね。ほら。お？有名ショコラティエ、ポール・ハンセンが期間限定でチョコレートファクトリーに来訪。ポール・ハンセンって、あの、世界中に店持ってる。そうそう、その人が今週末チョコレートファクトリーに来るらしくてさ。しかもチョコレート作り体験をすると、この人の新作チョコが先行で買えちゃうんだって。新作チョコ？うん、噂によるとその新作がもうすんごく美味しいらしいんだよね。なるほどな。確かにそれなら、いや、お前が作りに行くなら、その時に俺の分を買ってきてもらえば。残念、買えるのはお一人様一個まで。っていうか、エナと同じこと言うあたり、ほんと兄弟って感じだよね。あいつと同じこと言ったかと思うと無性に腹が立つな。だからさ、一緒に行かない？美味しいチョコが作れる上に美味しいチョコも買えちゃう。一石二鳥でしょ。はい、ありがとうございます。従業員口から入ったが、さすがはチョコレート工場、控室まで甘い匂いに満ちているな。キャストは他にも数人いるようだ。ん？社員の人が来たな。なるほど。俺たちはショーを通じて人々を笑顔にしようと考えているが、この工場ではチョコを通じてそれをなそうとしているのか。ん？うわ！今スマホが光ったよな。それにレンに似た声も。まあ気のせいか。今は説明に集中せねば。危なかった。そういえば今日はエキストラのアルバイトだって言ってたっけ。もしかしてこれからやるショーの説明を聞いてるのかな。どんなショーをやるんだろう。僕ももう少しだけ話を聞いてみようっと。